9月8日は、グレゴリオ歴で年始から251日目にあたり、年末まで、あと114日ある。記念柱クリコボの戦いロシア連合軍が、タタールを初めて破るミケランジェロ・ブオーナローティのダビデ像、公開マルタ包囲戦、オスマン帝国軍が撤退開始。マルタでは、祝日、勝利の日となっている、ガルベストンハリケーン、テキサス州に上陸。 死者から1万2000人、第二次世界大戦の出来事レニングラード包囲戦始まる V2 ロケットによるロンドン攻撃開始サンフランシスコ講和条約署名ユタ砂漠に衝突したカプセルサンプルの検査探査機ジェネシス太陽風のサンプルを地球に持ち帰るカトリック修正ユリウス歴史用教会聖母マリアが誕生したとされる日マリアの誕生を描いた1200年頃の画、 サッソフェラートが、悲しみの聖母等の、第六代皇帝、幻想誕生。戒厳の地と呼ばれる前世をしくも、ヤギヒを敵愛しシュの乱をジャッキー・イングランド王、失神のリチャード一世誕生第四代横綱、二代目、谷風カジノスケ詩人ルドビーコ、アリオスト誕生。画像は、ティツヤーノが、詩人、エドワルト・メーリケヘ・プロバンスの詩人、フレデリック・ミストラル。 作曲家、アントニン・ド・ボルザーク誕生。歌劇、ルサルカより、ガツニア・ドリキスを聴く神学者、数学者、物理学者、マラン・メルセンヌ誕生。音響学の父とも呼ばれる科学者、ビクトル・マイヤー・ベトナム共和国の政治家、グエンカ・オキト・ローマ帝国皇帝、レオーン四世、ボツ・アラゴン・王・アルフォンソ一世、ボツナ・バラ王・カルロス三世、ボツ・ナ・ポリト・シチリアの王妃。 マリア・カロリーナ・ダズブルボ没字画像、噴水版のローマ人少女がンれーナ。な、没初代イラク王、ファイサル一世生理学者、物理学者、ヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツ科学者、ヘルマン・シュタウディンガーボツ。高分子科学を、研究物理学者、湯川秀樹ボツ。中間子を、低唱医学者、現代ワクチンの父、ジョン・フランクリン・エンダースボツ白露。画像は、 塩辛トンボマケドニアの市、マブロボコマケドニア共和国の独立記念日アンドラの、市メリチェイの聖母教会アンドラの国家の日、メリチェイの神の母の日世界の識字立元教。ありがとうございます。